はい、2924回始めます。6月19日、水曜日入ったところですね。はい、ちょっとした事件。いやタブレット新しくなったのはいいけど慣れないからなんかおかしな感じになってますよ。ちゃんと撮れてんのかなこれ。まあ、ちゃんと撮れてなくてもアップロードします。はい、毎回だけど私の動画時々変な風なやつアップロードされてるんですけど気にしないでください。はい、まあいいや。神奈川新聞からですね、神奈川県の話。変な人がいて部屋を覗かれてると、ドアスコープから覗き見疑いで男逮捕っていうことで、怖いね。ドアスコープから覗くんだね。好みの女性が住んでいたと供述っていうことで、怖いね。ドアスコープから覗かれる、神奈川県警鶴見署は14日、県迷惑防止条例違反覗き見覗き見覗き見の疑いで横浜市鶴見区の会社員の男45を逮捕したと。逮捕容疑は6月13日午後9時55分頃、から10時頃までの間、まあ5分間ぐらいかな、5分弱ぐらい、鶴見区の集合住宅で20代女性宅の玄関のドアスコープから室内にいた女性を覗き見たとしていると、署によると男は好みの女性が住んでいたなどと供述、容疑を認めているということ。女性はそれまでにも不審な人物を確認していたことから、12日に変な人がいて部屋の中を覗かれていると110番通報したと。13日に署員が、女性宅周辺に張り込んで警戒していたところ、男が現れたため、その場から立ち去ろうとするのを追いかけて近くの竹やぶで取り押さえたということです。いや、竹やぶで取り押さえた、追いかけて、まあ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 、ドアスコープラから45歳の男が20代の女性の、まあ、集合住宅の、玄関のドアから覗いてるのね。この女性も気づいてたんだね。で、まず6月12日に覗かれてると110番通報したと。で、12日に110番通報して、13日に女性のお宅周辺を張り込んでいたら、まあね、またやってきたっていうことですよね、45歳の男。いやー、まあこの通報の翌日だから、もうあっという間にだよね、本当に。いやー、ドアスコープから覗き込んだことないな、ドアスコープ。なんていうか、試しに。見えるのかね、ドアスコープから。ドアスコープっていうと、ドアスコープってあれか。内側から、部屋の中から外を見るやつだよね、ドアスコープって。あれ、反対側から見えるんかね、あれね。あと、鍵穴とかからは見えないよね。はい。ということで、まあ、45歳の会社員の男性、好みの女性がいたっていうことで、あれですけど、これ、初めて見たよ。県迷惑防止条例違反、かっこ覗き見。かっこ覗き見って書いてあったよ。こんなの初めて見た。いやー、なんか覗き見っていうのはちょっと初めてだね。いやー、いるんだね、覗き。私はでも盗撮より覗きの方がいいけどね。なんとなくどっちかって言ったら。しないけどね、もちろん。しないけど。女性の皆さん、本当にね、覗き見も注意して、あと盗撮も注意して、ね、本当、あとエレベーターとかね、そういうとこ密室、ね、男性と2人になるようなとこ避けて、ね、本当に大変だよ、世の中変態ばっかりでね、もう申し訳ない、ね、あとこれ、チャンネル見てる方ね、そういうことしないように、ね、今、なんか街中でエレベーターとか、満員電車とか、そういうとこで、女性の顔とか見たりね、胸とか首筋とかうなじとかそういうのをじっと見るだけでもなんか、痴漢、見るだけ痴漢みたいなの、見るだけ痴漢っても言われてるみたいだからね。あと触らない痴漢っていうのもあるからね。本当に痴漢も触るだけじゃないよ。匂い嗅いだりしちゃダメだよ、男の人たちね。はい、終わります。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。